こんにちは、長野インターネット放送局と申します。こんにちは。今長野県は池田町に来ておりますけども、ゲストハウスがあるということでちょっと訪ねてきました。ありがとうございます。そこの代表をしております、はい、レンさん、はい、すいません、自己紹介お願いします。はい、レンと申します。こんにちは。はい、ベトナム出身です。ベトナムのハノイですね、北部の方になります。で、まあ、ベトナム人がなんで池田にいるのかっていう話なんですけれども、まあ私はもともと東京の方にいまして、うんうん、まあ、ずっと長く仕事で働いていて、うん、で、まあ、今年の4月から、池田の方に移住しまして、はい、半年ちょいぐらいで、まあ、これからようやく初めての冬を池田で迎えることになるんですけれども、ちょっと寒いですよ。そうですねよく皆さんに言われるので、じゃあ一旦もう覚悟をしながら、いろんな準備をして冬を迎えようとしています。はい、なるほど、はいはい。池田を選ぼうと思った理由は何だったんでしょうかそうですね、まあ、結構長いんですけれども、まあ、はい、一言で言うとやっぱりその山とか景色とかかなと思っておりまして、はいはいはい、で、まあ、私はもともとアウトドア系とかキャンプとか、はいはい、まあ、去年にかけてすごく登山とかをしていたので、その中で、まあ、去年でいくとその、まあ、立山だったりとか、まあ、唐松だったりとか、いくつかその山を登っていって、はい、で、まあ、たまたまこの辺をこう帰り道にかあの車で運転してたっていうところで、本当にふっと、はい、この県道を運転してたら、はい、なんか右の手を見ると本当にもう北アルプスが本当に綺麗、わーって一望もパノラマみたいな感じになって、すごいうおここいいだなっていうのがあって、うん、で後々から帰ってきてネットで検索したら、うん、まあ池田だぞっていうのが初めて分かって、はいはいはい、でちょっと池田町っていうのは頭の中にこう意識が出てきたっていうのがありますね、うん、はい。なるほど、それで池田を選んだ。そうですね、まあ、池田はもともと山が見える町だから住んでみたいなっていうのはあったんですけど、じゃあ実際ね仕事を辞めて独立してゲストハウスっていうのが、まあ、本当にできるかどうかって不安もあったんですけれども、うん、まあ、本当にもういろんなその流れだったりとかご縁っていう形で、まあ、池田にあるそのとあるその不動産会社さんと、まあ、ココスマっていうサイトで、まあ、空き家物件探してる中でお出会いができて、で、まあ、お互いそのゲストハウスの話で盛り上がっていって、最終的に、まあ、今ここの物件を賃貸契約っていう形でやらせていただいたっていうのになったので、だから本当にもう、まあ、運が良かったっていうところがなるかなと思いますね、うん、はい。また日本に来られたんでしょうか。そうですね、まあ、自分はそうですね、まあ、子どもの時に、まあ、小学校3年間ぐらい、うん、父親の仕事の関係で、まあ、東京にいたんですけれども、うん、まあ、その後に、まあ、ベトナムに戻って中高っていうのはベトナムで、うん、過ごしてたんですけれども、まあ、留学は大学から、日本に、留学して、まあ、もう一回こう、まあ、まあ、小学校に過ごしてたその、まあ、記憶だったりとか、まあ、すごいいい思い出がたくさんあったので、うん、まあ、自分の中でいくと、まあ、日本が本当にもう第二の母国っていう形で、はいはいはい、なんで大学留学するときは本当にまあもう戻ってきたぞっていう気持ちが大きかったですね、うんうん、そうですか、ね、はい。日本の魅力は何でしょうか。難しいですね。本当まあ、子どもの頃の記憶でいくとやっぱりもう全てが本当にもう綺麗で、もうなんかもう現代だし最先端っていう気持ちがあったんですけど、うん、まあ、今でいくとやっぱりその私からするとやっぱその暮らししやすさだったりとか、うん、まあ、東京だと本当にも便利ですし、いろんなその、まあ、情報も集まっていろんなイベントとかアートとかもあるんですけれども、はい、でも自分で置き換えてやっぱそのアウトドアが好きっていうことなので、はいはいはい、日本って本当に四季がすごいこう、ね、はっきりとしていて、はい、まあ、春には桜ですし、うん、まあ、夏はね、もう本当に暑いでセミとかもなるんですけれども、うん、まあ、秋冬っていうところと、はい、まあ、まさにまた山っていう部分重ねて、うん、今山も本当に四季が変わりますし、うん、まあ、本当にまあ北アルプスで行くと本当に標高も高い、うん、山もたくさんありますし、もう池田から眺めてても一日の変化もすごい大きいので、うん、やっぱそういうところのまあ自然のこの豊かさとか綺麗さだったりとかっていうところが私はすごい魅力があるのかなとは思いますね、うん、はい、なるほど、はい。東京の方が、はい、まあ、四季はあまりないですよね。
でも、そうですね、便利ですよね。あ、そうですね、まあ、東京焼きはやっぱりね、もう何でもあるって言いますし、うん、そこをやめて池田町に来るっていう、そのきっかけは何だったんでしょうか。わあ、どうなんですかね。まあ、やっぱ長く行ったっていうのもあったんですし、東京は10年12年ぐらいは、はい、暮らしていったので、はい、あとはもうやっぱ昨年もコロナもあったんで、うん、じゃあ今後これからどうやって生きていくかっていう、まあ、中で、うん、まあ、もう少しなんかシンプルに、よりアナログに、より自然に近い形で自分は、はい、私は暮らしていきたいなと思ったので、はい、東京ではなく新しい環境かつ自然に近い、うん、自分の好きな山が近いところを選んだ流れにはなったかなとは思いますね。そして、あの、今その差し当たって、そのベトナムの、はい、はい、食事をこう日本に、はい、ちょっと進めてみたいなっていうかそういうのなんか取り組みをされてるってお聞きしたんですけど。そうですね、あの、結構皆さん勘違いされるのゲストハウスでやるって話なんですけど、はい、ゲストハウスはあくまでも素泊まりで、あ、そうかそうか、はい、もう食事は自分たちでお買い、うん、食材買って、まあ、キッチンで自炊していただくんですけれども、まあ、とはいえ、あの、せっかく私ベトナム出身なんで、まあ、たまにゲストさんが来た時にみんなでご飯を作るんですね、はいはい、でその時に、まあ、ちょいちょいベトナム料理とかを、一緒に作ったりとか、うん、その時に食べたそのフォーっていうそのベトナムの、米粉からできたその麺なんですけれども、はいはい、それが結構すごい評判が良かったので、なんで、まあ、ゲストハウスも、まあ、あの、始まって間もないという部分でまだ落ち着いている部分もあるので、じゃあ他にやれることがあるかっていうと、ちょっと、まあ、この飲食をちょっとやってみたいっていうところから、はいはい、あのゲストハウスではなくて町内にある、キッズダイニングさんっていうところの、まあ、レンタルスペースなんですけれども、そこを借りて、まあ、週2の朝モーニングです、うん、朝に、フォーを食べましょうっていうのを、まあ、池田町内に広めたいなと思って、うん、本当に、今月に始めさせていただきます。9日ですか、9日オープンで、はい、毎週月曜と土曜で今、販売しておりますね。営業しております。毎週月曜と土曜日、はい、ちょっとパンフレットとかございますか。あ、そうですね、一応あのこちらもあのキッズダイニングのオーナーさんが協力して作っていただいたんですけれども、はい、フォーって数字書くんですね。そうですね、これはもうローマ字に近い感じで、あと本当にベトナム語の記号がつくんですけど、はいはいはい、でフォーで、まあ、朝を、食べましょうっていうことで朝フォーっていう形で、はい、いろんなところで発信はしております、うん、はい、どんな、ゲストハウスにしたいですか今後。わあ、まあ、いろんなその他のメディアさんにもちょっとしてるんですけれども、やっぱこのゲストハウスをきっかけにあの池田のことをこう知るようになったりとか、あと皆さんもなんかその地方にこのゆっくり過ごすこの、まあ、自由な感じ、自由に生きるっていうところは発信していきたいので、うん、まあ、ゲストハウスを介して池田 あの関係人口みたいなのを増やしていきたいなっていうのは思っております、はい、なるほど、ぜひ夢に向かって、はい、頑張ってください。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございます。